後半試合ですからね。このサラリーがどうなるか分かんないですね。これはもうサラリーも無駄になっちゃうかな。お二人の喧嘩が始まるかもしれない。ジャッジ二人喧嘩するかもしれない。そうですね、決まらなかった場合はジャッジ同士でバッパドルしてもらって、ちょっと話変わってくれ、心が折れた方が譲る。なるほど、そういう感じやな。そうです、じゃあなるべく話し合いで決めてもらいたいですね。そうですね、まあこれはでもね、わかりますね。いやもう熱いですね、突破。まあそうですよね、6月18日、あ、OK、さあ、それではこのエクストラウンド選手のどちらか参ります。 3、2、1、ジャッジ。わー、ポピー3